直走予防のために横向きで寝ます。寝返りは打てないので基本は朝まで同じ体勢です。体勢を変えた時から足が勝手に動き出します。左足だけが鳴る形勢です。目が覚めてから起き上がるまではなかなかいつも時間がかかります。この勝手に曲げ伸ばしが起こるのも左足だけになります。何回か動くと勝手に落ち着いてきます。寝巻きは短パン T シャツスタイルです。ローラみたいに憧れますが無理です。カチカチさんなので軽くストレッチをします。全然関係ない話だけど、髪の毛はプリンじゃなくてわざとトップを染めずにグラデーションにしてるんです。いつもプリンって言われちゃうけど、もっと大きいベッドにしたいと思うんですけど、動き回れるわけじゃないのでシングルが一番実用的なんですよね。腸腰筋をより伸ばすために足をベッドから少し膝下ですね、出します。いろいろ見えたのでスタンプで隠します。伝わりにくいけど腸腰筋からの腹筋全部伸びてて苦しくもあり気持ちいいのです。この体勢は はい、おはようございます。こんな感じで朝は一番めちゃくちゃ形勢が強いので、起きた時に今やだもんね、起きてすぐに柔軟をしたり腸腰筋とかの伸ばしをしたりします。やっぱずっと横向きで寝てるのですごいね、体がカチカチです。なんか自動で変えてくれるベッドとかっていうのもありますし、お話とかは結構コメントとかでいただくんですけど、やっぱそういうのはもうちょっとお年寄りになってからかな、あともっと症状が硬い重い人かなと思うので、今はまあこんな感じで普通の
ベッドと褥瘡しないようなマットで寝ています。以上、私のリアルガチ朝でした。あとカテーテルですね。夜中ずっと続いてたカテーテルを取って、まあ、普通に顔洗ったり歯磨きしたりして終わりです。では。